小さく見えてとても危険なタバコの火。本当に恐ろしいタバコ火災から大切な人を守るためには日々の心構えが大切です。灰皿には水を入れて、消えたかどうか絶対確認。寝タバコは絶対にしない。防炎品を積極的に活用しよう。防ごう、なくそう、タバコ火災。